長時間歩くことが可能であることその理由もこれまで20分述べてきましたのでここで改めて書く必要もありませんね健康相談に来られる方に対して私はいつも車で行っていた買い物だったら自転車にしてみたら自転車で行く距離だったら歩いてみたらと勧めています歩くコツとしては長続きするための工夫をすることです 友人と一緒に歩く歩数計をつけて歩く累積歩数計算付きワールド歩数計カロリー表示付き歩数計などダッシュありますデジタルカメラを持って風景写真を撮りながら歩く爽やかウォーキングツアーなど歩きの企画ツアーに参加する神社仏閣名所旧跡をめぐる旧街道や古い町並みを散策するいろいろ工夫できると思います ウォーキングでもう一つ重要なことは靴選びです。一言で言えば長時間歩いても疲れにくい靴を選びましょう。値段はあまり関係ありません。靴選びのポイントを1:1に示しますので参考にしてください。次は体が動くようになっていることの再認識と実行について。人間には 約のの骨と400以上の筋肉が備わっています動かす必要があってついているそれらは構造上の合目的なのですこの合目的に比した動き方をすることこれは簡単そうでなかなかできませんよなぜなら原始時代のような環境原始人の生活には現代社会があまりにも程遠くなっているからです だからこそ現代社会人としてどのように体を動かし健康にプラスするかが大切なのです日本では大正から昭和にかけて独創的な健康奉仕が多数いました彼らの言葉著作はなかなか気合いが入っていますまた病気の時の症状を敵としてではなく改善反応と見ている考え方も達見といえます 生態という言葉そのものを作った野口生態の野口春也は「風の紅葉」といい東京市地下鉄の設計を手掛けた流体力学のプロで西式健康法の創設者である西勝造は「症状測量法の原理」と言いましたインドのヨーガを日本に普及した第一人者である沖正弘に至ってはやむべき条件を持っていながらやめないことが最も心配すべき状態 すぐ病気してすぐ治る体が健康体なのであると述べています。その他、仙台の医師であった橋本慶三は、素体法を、日本で最初の健康体操と言われている、自供術、自供術は、中井房五郎が、お寺の出身で仏陀に帰依するお辞儀の仕方からヒントを得たという長い津、渡るは、4つの型からなる真っ向法をそれぞれ考案しました。 彼らに共通しているのは自然の摂理をおろそかにしないということまた運動に関しては「貝」の刺激を大切にすること力を入れることよりも力を抜くことを大切にしていることなど強調しておきたいポイントを挙げるとするならば次の2つです1骨盤や肩甲骨周りの動きが良くなる2体の中心ラインを整える 1位置に関して骨というものは適度に動かすことで元の正常な位置に戻ろうとする性質があります動かさないあるいは偏った動きばかりしているとやがて骨にいびつが生じるのです運動習慣のない人でも手足は生活する中でそれなりに動かしていますしかし全身運動することのない現代生活では 骨盤や肩甲骨が動くまでの作業がほとんどありません。例えば、乳酸などの疲労物質、私流に言えば、毒は、治療の悪いところにたまりやすい。凝り固まりの巣窟があっては、健康体を作る上で、穴肌マイナスです。がんの相談者は、そうじて骨盤の動きが悪い。うつ伏せになってもらい、上から腰骨を左右に揺すると、 健康な方は骨盤だけが揺れる。がんの方は同じように揺すっても胴体まで一緒に揺れる。凝り固まっているイメージがあります。とにかく骨盤の動きが悪いのです。対策としては早足で歩くと良い。早足で歩くと骨盤はおのずと動かさずにはいられません。歩くことが難しい方は立ちくらいで。 両手を左右に振る運動だけでも効果があります肩甲骨については立ち位でも座位でもよいので胸を張り肩の力は抜きますその状態で肩甲骨と下の肉との間に人の種子が差し込めるぐらいが理想です他の人にお願いして指が入るか入らないか試してみてください私の感覚から言えば 大人の過半数が入らないまたは入りにくいちなみに小さなお子さんは全員スポスポに入ります動かし方としては両方の肩甲骨を背面方向にいっぱいにまですぼめ胸を張った状態で5つ数えますそこから瞬間脱力して肩を落とすようにします1日4から5回行うと良いでしょう2に関して 前述の野口春也や橋本恵三に強く影響を及ぼした天才的な体の強制法指導者である高橋進、道武志、は近代主義指導におけるルーツ的存在です。彼が指導した招待術は彼の父より伝授されたという。あっけない説明のようですが、それだけしかない。不思議はいろいろあります。 1> 第1項目の招待術からして不思議ちょっと長くなりますが原本招待術対員高橋道夫著から引用してみます筋肉も内臓も血管もその体主宰の生理器官は一様に脊柱により合体合一して身体を構成するものなるがゆえに脊柱が各部を統一する中心にしてその基礎骨盤に損するはもとより疑いなし したがってこの脊柱を正しく確立し骨格また不動に安定せば各部の器官は自らこれに順和しその植分を介して機能円滑左右均等の自然的調和を招き行って健康保全の目的を断ちしうべし脊柱は身体の中心にして骨盤に基づき骨盤は身体の中央にありて足に支持せらる。 肩甲骨は手とともに脊柱の上部につながるこの四者は身体の均正を維持し全身の統一を保つべき基本をなしその的確的性なるを要することはもとより現、元を待たず小体術の基本もまたこのところに損するなりなるほど脊柱骨盤足肩甲骨の適性を見ていることがわかるそれで その方法、招待術はどのように行うのかが、また不思議。まず、正しく仰向けに伏し、次に、毛糸、座骨すなわち、腰とを、言って身体を支え、背中を威勢よく反らして、上半身を、反り端の形になし、背中を畳よ寄り分離せしむる、なり。しかし、勢い胸が、張り来るを、言って、 胸の後部肋骨精製の準備として、このままの形にて、肩甲骨、俗に、貝殻骨を、背中のチューブに接着するようにすべし、手は、まっすぐにして両脇に置き、手のひらは、上に向くようにすると、同様に、足をまっすぐに伸ばせば、ももの下も膝の下も、畳に密着し、足首を反らして引くようにせば、自ら膝も反るようになり、 かかとが心持ち畳より離れるる。うになるしばらくして後、6秒の間うのけほども動かずこのところぞと弾めば力全身に道渡りて緊張しきれる傘のごとき硬直状態に入れる形になるやがて疲れを諭し揺るに至れば急に全身の力を一挙に抜いて自然の身体の重みに手どたりと畳に落とすわずかに1回のこの方法によりて 全身の骨格の不正不調和は一度に強制せられて、生理機能は遺憾なく活躍し、さらに一切の疲労を回復し、病的原因の全部を一掃して、体発、老衰の侵入する感激のなき弾力性は、自ら、要はルルに至る。姿勢正しく仰向けに寝る。肩甲骨は、ぐっと背面方向にすぼめ、背中は、 胸を空に突き出すようにアーチ状に反らす足はつま先を胴体方向に引き上げかかとが床から少し離れる程度に持ち上げるその硬直状態で5から6秒ぐっとこらえてその後全身脱力する高橋の言葉ではドタリと落とす後半の説明も極めて特徴的 体の使い干潟という別所に根拠が書いてあるのでこちらを付け加えて解説すると寝るということは人間の取り得る姿勢のうちで一番全身のどこにも力の入らない楽な姿勢です全身の力の抜けきった形すなわ血寝た姿勢では骨格の間の軟骨のところは何の圧迫もなくなってゆるゆると伸び多数の骨組みの曲がったところも この間にに正しい位置に収まりまりす一晩寝ているうちには疲れはすっかり取れ不正は強制されるために翌朝起きた時には体もシャンとして気分もいいのです人間眠っている時が最大の脱力状態になっていてその間に骨格は適正な状態へと戻ろうとする一般的に眠ると疲れが取れるのは そのの理由によるというのですだから眠る前にたった一度ドタリとやることで疲労は回復病的原因も一掃するという理論。西式健康法の六大法則の一つに平床寝台肩枕利用というのがあります。肩枕を使用すると頸椎が矯正され肩こり解消小脳やえ髄の働きが良くなるという。そして 敷布団やマットレスは使わず硬い平床を用いることで脊柱の不正な曲がり部分的な亜脱球も矯正されるらしい寝るときに矯正という方法がどこか高橋の考え方に似ていますエネルギー療法の世界でも例えば薄い亀男三香を1865-1926の霊気療法 岡田重義の築吉例にしても頭頂から脊椎に沿って尾骨まで中心ラインへのアプローチは欠かさないこのように先達の指導者たちは体の中心ラインを整えることを重視しています